今でも忘れもしない。俺の人生が変わったのは2011年5月2日の渋谷アックスだった。あの日からこのバンドは俺の初めての物語を始まったんだよ。あの頃はまだまだちっちゃいライブハウスの役だったけどさ、8年かかってやっと最上スーパーアリーナまで来ることができたわけ。見えてるか、聞こえてるか、届いてるか、俺の声受け取ってくれるか。One more time!